当機を間もなく新羽田空港に着陸いたします。皆様、お座席のシートベルトをご確認ください。なお、予定より2時間遅れとなりますことを深くお詫び申し上げ。もう到着か。動き出したら早かったな。それにしても、今更面接の夢を見るなんて。意外に緊張しているのかな。今日から国防自衛軍対キメラ迎撃本部付けか。無事にやっていけるといいんだが。まいったな。ここから先は本部に行く電車がもうないのか。飛行機が遅れたのが痛かったよな。こんなことなら迎えの車を断るんじゃなかった。タクシーはいくらするんだろう。首都だからやっぱり高いんだろうな。まあ歩いても行けないことはないか。ちょうどいい運動だと思えばいいか。よし、そうと決まれば早速行動だ。完全に夜になる前に本部に着かないと。だが武器がない。逃げられるか。無理か。クソ、素手でやれるのか。これを使ってください。誰だ。ヤクモアイです。それより早く、あなたなら使えるはずです。分かった。よし来い。最強のビギナーズラックは伊達じゃない。悪いが通させてもらう。さあ。ふっ、じゃ、ふっ。うわ。やるぞ。じゃ、ふっと。一体撃破。俺たちがキメラを倒す。
すがですね。はあ、なんとかなったな。ありがとう、ヤクモさん。でも、この武器は？あ、しまった。仲間を呼ばれた。ヤクモさん、君は逃げるんだ。ビギナーズラックはやっぱりビギナーにだけってことか。だがこれからは運だけじゃないってことも証明しないとな。気概のある方だということは分かりました。でも無茶はしないでください。ヤクモさん、君がキメラを？この武器は飾りじゃありませんから。ほら、ぼーっとしないで、体勢を立て直しましょう。あ、ああ。各自、戦闘体勢に行こう。やるぞ。これで終了っと。お疲れ様でした。ああ、君のおかげだ。ありがとう、ヤクモさん。俺は白峰朝日少尉。本日付で国防自衛軍対キメラ迎撃本部に赴任してきた新人隊長さんでしょ。え、なんでそれを？それは、ああ、あい、ずるい、抜けがけだ。二人ともちょっと遅かったわね。なんだよ、もう。僕がかっこよく現れてかっこよく助ける予定だったのに。ハマル、予定は往々にして未定だよ。でもでも、僕の中ではそれが規定路線だったの。その君たちは？すみません、もう少しだけ待ってくれますか？どうせなら全員揃ってからの方がいいですから。全員？噂をすれば。はあ、ほら、キメラ、新手か。ご心配なく、もう型はついています。彼女たちが相手をしたんですから。彼女たちって？あら、もう皆さんいらっしゃいますの？すまない、どうやら少し遅れを取ったようだな。このキメラを君たちが？彼女たちには運動にもなりませんよ。では全員